出席議員半数以上であります。これより議事日程第4号により本日の会議を開きます。日程1、市政一般質問について、前日に引き続き、市政一般質問を開きます。39番深堀義明議員 初めに6月23日15時39分4分119番の通報があり事故の発生が知らされました交通事故閉じ込みによる救助議案でありますがこの事件は長崎市 下黒崎2442番付付近の路上で発生をした長崎バスと軽乗用車の交通事故であります路線バスと軽自動車衝突により軽自動車男性2名女性2名が閉じ込められたものでありますその 救助活動をするためにドクターヘリ、ドクターカーおよびドクターと救助活動を行う救急移動部隊消防自動車5台北消防車指揮車北救助作業車特殊タンク車三重小隊 小,野浦小隊消防,消防車4台、近海、三重、浜田の各小隊が出動し救助を行った事件であります。医療ヘリは長崎市内を2ホ長崎大学からの消防からの依頼を受けたドクターカーは直ちに ドクター看護師を伴い現場に急行し一番近い公設の黒崎中学校グランドを基戦としてその活動をいたしたわけでありますが不幸にも1人の死亡者重症者2名中傷者1名という大きな事故が発生をしたわけでございますが地元の 住民にとっては何事が発生をし、どのような事態が起こったのかということが分かりませんでした。しかしながら、過去2回、日浦病院を中心として、中核の医療の救急ヘリ等の救助活動等の研究会、また、勉強会をしてきた、しておった関係もあって、 その成果が非常に後で評価を得た、そして本当に素晴らしい長崎の救急体制を長崎消防をはじめ、関係の皆さん方のお力によって確立されているということで、喜びの電話を頂戴をしたものであります。私は住民主党を代表し質問通告に従って 市長の政治性についいてお尋ねをいたします市長及び関係理事者の責任ある明快な答弁を求めるものであります。まずはじめに、地方創生についてお尋ねをいたします。新幹線開業まであと7年余り、現在、長崎市の都心部では、新庁舎の建設や新たな文化施設の整備、 県庁跡地の活用、駅西側の交流起点施設用地の活用など、主要な大型事業が計画され、動き出しており、今後、長崎の町の形が大きく変化していこうとしている、非常に重要な時期にありますが、具体的な計画がまとまっていないものや、 自治自治党がが明,明確にななっていないものがありますこの大きな町づくりを進めていくためには市民が未来を描ける描くことのできるグランドデザインをしっかり描き市だけではなくさらに市は自らがリーダーシップを持って国県 や民間と一緒になって取りり組んでいく必要がありますその一方で国においては昨年末町人仕事創生法が成立をし人口減少対策と地方の活性再生のための地方版総合戦略の策定を認めておりそのための 様々な財政支援等を受けこのような中で、住みような大型事業につきましては、その需要が多額になるため、長崎市の財政状況を鑑みれば、確かなグランドデザインを描いて、その整備スケジュールを早急に決定し、国の地方創生にかかる、 財政支援制度の中にしっかりと位置づけをして活用・確保していくことが肝要でありこの地方創生のチャンスを逃すことがないよう積極的に取り組まなければなりません市長は将来の人口減少社会の中で活力のあるまちづくりを早期に目指すため地方創生にかかる地方創生地方 万創生戦略を早急に策定し、国からの財政援助を効率的に受ける必要があると考えますが、今後、どのように取り組んでいかれるのか、お伺いをいたします。次に、2点目として、世界遺産と町づくりについてお尋ねをいたします。長崎には、明治日本の産業革命遺産と、長崎の教会群とキリスト教関連遺産、 という2つの世界,世界遺産候補がありますが、あります。しかし、明治日本の産業革命につきましては、初日より各派代表者からの質問もあっておりますので、一方の長崎教会軍とキリスト教関連遺産について質問をいたします。長崎の教会軍とキリスト教関連遺産につきましては、すでにバチカンの 支援表明もされており、来年の登録が期待されるところであります。このように、今年来年と2年連続して長崎に2つの世界遺産が誕生するとするならば、長崎にとって大変喜ば,喜ばしいことでありますが、世界遺産登録に伴い、解決すべき事項や、整理すべき事項が今なお残されていると考えております。以下 ポイントをを絞って質問を行います室協会堂の正ムの方向についてであります。外目地区の公正資産である室協会堂につきましては、協会堂敷地の石垣と、教会堂の横に通っている被災館に降りていく道路の石垣が劣化しております。この劣化が進行するならば、やがて崩落の恐れがあるので、はないかと心配をいたします。 そして、これらの石垣が万が一に崩落することがあれば、公正遺産である室教会堂に大きな被害を与えると想定され、今後、対策を講じる必要があると考えます。さらに、主催館をこだっていく道路の石垣は、教会側に元からあった離道を民地に拡幅して整備されていますが、土地の権利関係を含め、 未だに整理がななされてていいいと聞いておりますそして土地問題というものは時間が経過すると相続等が発生し権利関係が一層複雑になってまいりますところで世界遺産関連の事業は現在の有利な被災である過疎対策事業債を活用して進められておりますがこの過疎事業対策事業債は 平成32年度までという期限であり、将来にわたって活用することはできません。以上のように、土地の利権、関係が複雑になっているという状況や、有利な財,財源に期限,が期限があるという状況において、室協会堂の石垣,石垣について、どのような対策を講じていかれようと考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 次に第3点目として、九州横断自動車道、日見バイバスの完全4車線化についてお尋ねをいたします。九州横断自動車道の4車,4車線化は、平成24年4月に、長崎築塚インターチェンジから、長崎多良美インターチェンジ間の約8.3キロメートルが事業に許可され、 平成30年度に完成を目指して、事業が進められております。しかしながら、残る長崎インターチェンジから、長崎杉塚インターチェンジ間の約3キロには、4車線のための用地取得はすでに完了しているのに、いまだに事業化のメドが立っておりません。そのため、この区間の暫定2車線のまま残れば、ボトルネットとなり、 今よりも工事,事故のリスクがが高ままることが懸念されますよって残る暫定2車線区間の現,も現在の4車線化の事業が終了する,までする前までに続きで事業化されるよう国に対して積極的に働きかけを行うべきと考えますが市としての考えをお聞かせください。 また、氷見バイバス昭和51年に着手され、平成18年3月に、奥山交差点から氷見バイバス西口交差点の4車線化が完了し、これまで5.5キロメートルが4車線で給有されておりますが、事業からすでに40年近くはたった,た,ったにもかかわらず、新姫トンネルを含む1.6キロだけが、 用地取得も完了しているのに、いまだに2車線のまま残っております。そのため、この区間がボトルネッ,トネックとなり、朝夕の通勤時間を中心に、日常的に交通渋滞を発生するとともに、交通事故を多発しております。よって、残る暫定2車線区間の4車線化が早急に事業化されるよう、 国に対して積極的に働きかけを行うべきと考えますが、市としての考えをお聞かせください。最後に市町村の姿の変化に対応した交付税の使途についてお尋ねをいたします。合併算定外とはいわゆる平成・大合併の合併した団体について、 合併後10年間は合併前の団体が存在することとし、地方交付税算定の特例処置を行う制度であります。長崎市はこの合併算定外の影響が38億あると聞いております。この合併算定外につきましては、平成27年度、今年度から徐々に減額となり、 平成33年度には全てなくなくるというののが当初の予定でありましたしかしながら合併団体は合併地区の振興策、秘書の必要箇所への配置などの合併団体特有の行政事情を生じる中、合併算定外が今後、段階的に縮減し、改善してしまうことについて、財政運営上に支障をきたす。 ことを主張であることから、本市議会において、平成二十五年九月議会において、合併算定が終了後の新たな財政支援措置のを求める意見書を。全会一致で可決し、国に要請をしてまいりました。また、政府与党の自民党においても、議員連盟を立ち上げ、国に強く働きかけを行ってまいりました。 その結果、総務省は、これらの平成の合併により、市町村の面積が拡大するなど、市町村の姿が大きく変化する中で、合併後の市町村の実情を把握した上で、合併時点では想定されなかった財政事情を交付算定に反映することといたしました。 平成26年度から秘書に応する経費が措置され、今年度からは新たに消防等の費用について処置されることとなっております。これらの処置により、最終的には全国で合併算定外の影響額9500億に対し、6700億が処置されることとなっており、単純に計算すれば、7割相当が戻ることになります。 国の新しい財政支援措置を喜ばしいことですがそのこの7割程度の財,財源の今後どのように活用されていくのかお伺いをいたします以上本段からの質問とし答弁によっては自席より再質問をさせていただきます 市長、おはようございます自由民主党深堀義明議員の質問にお答えしますまず1市長の政治1点目の市長の政治姿勢についての括弧一）地方創生についてお答えします昨年11月に成立した町人仕事創生法において 各自治体は国の総合戦略を勘案しながら各地方版の総合戦略を策定する旨の努力義務が規定をされており現在長崎市でもその策定への取り組みを進めています具体的には昨年町内に設置しました人口減少対策推進本部を中心に5つの対策部会を設置し雇用や子育て支援などのソフト施策と 道路や施設の整備などのま街づくりに関するハード施策の両面または組み合わせによる協議と検討を進めていますまた産業界教育機関行政機関金融機関労働団体メディアのいわゆる産学官勤労言などの各分野の意見交換会の開催や個別にご意見を丁寧に伺っています さらに総合戦略の策定や着実な実施などを図るため町人仕事創生総合戦略審議会を設置したいと考えており本議会に関連議案と予算を提出させていただいていますこの総合戦略は今後の長崎市のまちづくりを担う重要な戦略になりますのでその策定プロセスを大切にして9月に骨子を12月に素案をお示しし平成27年度中に策定したいと考えています この総合戦略の策定により地域の特性に即した施策の枠組みを示すことで国からはソフト事業に対しての財政支援を受けられることになりますまたハード事業についてはまず総合戦略の中に長崎市のまちづくりの方向性を包括的に織り込みそれを具体化する個別計画を策定することが国の交付金等の選定条件になっているものもありますので ここののとににより国の地方創生に係る財政支援措置が期待されます長崎市の都心部では県と市が協力し都市再生総合整備事業に取り組んでおりその中で町中エリア長崎駅周辺エリア松貝エリア中央エリアといった特に整備を進めるべき4つの重点エリアを定め計画を策定しています。 これらの整備計画は、それぞれのエリアの特徴を生かした有機的な連携も考慮しながら、全体を俯瞰する形で策定を行っており、これが社会資本整備に係る都心部のグランドデザインだと考えています。また、国の支援を最大限に受けながら事業を推進するため、社会資本総合整備計画を策定するとともに、 平成27年3月今年3月には中心市街地活性化基本計画を策定し内閣総理大臣の認定をいただきました一方新市庁舎の建設や新たな文化施設の整備などその内容や時期が明確に定まっていないものもありますができるだけ早期にこれらの事業を進め総合戦略に基づいた個別計画に盛り込めるようにしていきたいと考えています この地方創生について成功するかどうかは各地域の知恵にかかっていると言っても過言ではありませんオール長崎市というスタンスのもと長崎の個性を強みとしてその潜在力を最大限に発揮できる戦略の策定に向けて全力で取り組んでまいります次に1点目の各個3九州横断自動車道と氷見バイパスの完全4車線化についてお答えします九州横断自動車道長崎大分線につきましては 平成24年4月に長崎すすき塚インターチェンジから長崎たらみインターチェンジまでの約8.3キロについて4車線化の事業許可がなされ平成30年度の完成を目指して鋭意事業が進められていますしかしながら長崎インターチェンジから長崎すすき塚インターチェンジまでの約3キロの区間は事業認可が事業許可がなされておらずこのままでは暫定2車線のまま残,ること残されることになります そのため、この区間がボトルネックとなるばかりか、その大部分がトンネル内の対面通行であることから、交通事故のリスクが高まることが懸念されています。また、世界新三大夜景や2つの世界文化遺産登録に向けた動きがある中、交流人口の拡大を図る上で、都市と都市を結ぶ広域的な幹線道路である高速道路の完全4車線化は必要不可欠であると考えています。 このようなことからこれまでも長崎県と一体となりながら国や県選出国会議員に対して整備促進に向けた要望活動を行っていますこのような要望活動により今年2月には国会において関係国会議員から本路線の完全4車線化について質疑要望を行っていただきました今後も現在の4車線化事業に引き続き長崎インターチェンジから長崎すすき塚インターチェンジ間の早期事業化がなされるよう 長崎県とも連携をを強化しよりり一層の要望活動を行ってまいりまいす次に氷見バイパスの4車線化につきましては市中心部と東長崎地区の連絡を強化するため国道34号の羽町交差点から田中町の切通し交差点まで延長約7.1キロの4車線の道路として昭和51年から平成18年にかけて国により整備が進められ これれままででに約5.5が4車線で共用されていますしかしながら新秘見トンネルを含む延長1.6キロの区間のみが暫定2車線として残されておりこの区間がボトルネックとなっていることから1日約3万5000台の交通に対応できず頻繁に交通渋滞が発生するとともに交通事故が多発するなど市民生活はもとより社会経済活動の支障となっています。 このようなことからこれまでも早期事業化に向けて長崎市や市議会地元の方々運輸経済団体で構成する一般国道34号道路整備促進協議会を中心に国や県選出国会議員などに働きかけを行ってきましたさらにこの協議会の要望活動に加えまして平成26年度は長崎県とも連携を図り県と市の合同で要望活動を行うとともに協議会の会員である東長崎商工会 や市議の方々からもそれぞれの立場で国や県選出国会議員に働きかけを行っていただいておりますこの場をお借りしましてお礼を申し上げますまた今年5月には長崎県と私が上京しまして国土交通省や県選出国会議員に対して要望活動を行うとともに6月にも長崎県や地元の連合自治会長の方々とともに国土交通省長崎河川国道事務所に対して要望活動を行いましたこれら要望の際には 県選出国会議員の方にも同席をしていただき強く働きかけを行っていただきましたこのように積極的な要望活動を続けた結果国では日比バイパスの完全4車線化の必要性について一定理解が深まっており整備に向けた機運が高まってきているものと感じていますしたがいまして今年度は非常に重要な年になると考えていますので日ミバイパスの完全4車線化の早期着手に向けて 長崎県とも連携を強化するとともに一般国土34号道路整備促進協議会を中心に市議会や地元の方々運輸経済団体と一体となりながら国に対し私自ら先頭に立ってこれまで以上に積極的に働きかけを行っていきたいと考えています次に1点目の市長の政治姿勢についての括弧4市町村の姿の変化に対応した交付税の使途についてお答えします 議員ご指摘のとおり平成の大合併で合併した団体に対して措置されている地方交付税の合併算定外につきましては長崎市の場合その影響額が38億円あり今年度以降段階的に減額され平成33年度にはその38億円の措置がな,くな,ることなされなくなることとなっています。これまでも、職員数のの削減や公共施設の倒廃ななど様々な行政改革に取り組み、 合併による効果を生んできましたが合併により行政区画が広域化しそのための支所・消防機能の確保幼稚園保育所などの子育て環境および高齢者保健福祉の確保地域コミュニティの維持人口減少対策など合併しても削減できない経費および合併に伴い新たに発生した経費として多額の財政需要が存在しています。 このため長崎市が事務局となり合併市379市で組織する合併算定外終了に伴う財政対策連絡協議会を立ち上げ国会議員で組織する合併算定外終了後の新たな財政支援措置を実現する議員連盟とも連携を図りながら総務省などにこれらの財政需要に対する交付税措置を要望してきました。ままたこの間長崎市議会ににおきましても平成25年9月,に9月議会に 合併算定外終了後の新たな財政支援措置を求める意見書を全会一致で採択し国へ要請を行っていただくとともに総務委員会におきましても平成25年度、26年度に総務省や地元選出国会議員に対し陳情を行っていただいております。これらののの成果にによよりり総務省は合併市市町町村村面積がが拡大大すするるなど市町村の姿が大きく変化する中で 合併時点では想定されなかった財政需要を交付税算定に反映することとし平成26年度からは死者に要する経費が措置され今年度からは新たに消防等の費用について措置されることになっていますさらに28年度からは保険衛生費などの見直しが行われることになっており最終的には全国で合併算定外の影響額9500億円に対し 約7割の6700億円が措置されることになっていますこれらの措置はまさに元兵団体に必要な財政需要に対して措置されるものであり合併した自治体の要望が反映されたものであると認識をしています議会のご協力によりこのような大きな成果を得ることができましたことに対しましてこの場をお借りして厚くお礼を申し上げますなお地方交付税額の算出のための制度設計が現在総務省で行われている状況ですが その算出はそれぞれの市の合併地区の人口規模や人口密度によって算出されるものであり長崎市の合併算定外への影響額三十八億円のうちどの程度が措置されるかは明確には示されていません議員ご指摘の市町村の姿の変化に対応した交付税の使途についてですがこれまでご説明いたしましたようにこの交付税は新たな財政需要に対応するために措置されるものではなく 合併後も削減が難しいい財政需要に対応すするための措置となっています長崎市では平成25年度に策定し26年9月に時点修正しました中長期財政見通しの中で合併算定外の影響額38億円の半分の19億円はこの新たな財政支援措置により補填されるものと見込んでおりこれにより平成46年度までの収支を均衡させている状況です。 この市町村の姿の変化に対応した算定分を含め、地方交付税は貴重な一般財源となっていることから、今後ともその確保に努めながら、合併地区の必要な財政需要に応えることはもとより、第4次総合計画に定めた都市像、世界都市、人間都市の実現に向けた施策の推進のため、活用していきたいと考えています。 総務局長ご質問の1市長の政治性についての括弧に世界遺産登録とまちづくりについてお答えいたします市通協会堂の整備についてですが市通協会堂は建物はもとより石垣を含む敷地の部分まで世界遺産の構成資産としてまた文化財保護の観点からも 将来にわたってて保全をしていく必要があります一方、教会道の正面出入り口から、被災間に降りていく道路の石垣が崩落した場合、重要文化財指定範,指定範囲内の教会道石垣に影響を及ぼ,すことも及ぼす可能性もあります。そこで、今年の3月から教会道の石垣と、 被災間に降りりててく道路の経過観察を実施しておりますまず、厚生資産であります、京海道の石垣につきましては、崩落の前兆となる石材の間の開きが大き,くいいない大きくなっていないかの計測を実施しております。また、被災間に降りていく道路につきましても、道路面の高さが沈下していないかの計測を行っております。現在のところ いずれの測定結果にも変化はありませんが、引き続き経過観察を実施していきたいと考えております。国指定重要文化財の範囲内にあります、教会堂の石垣の修理につきましては、文化財としての支援制度がありますので、授業主体となります教会関係者の意向を確認してまいりたいと考えております。一方、被災館に降りていく道路につきましては、 土地の権利関係も含めまして、協会関係者との協議を行い、道路の民地部分の整備の方向性については、今後、検討してまいりたいと考えております。なお、議員ご指摘のとおり、過疎事業対策債を活用いたしました事業については、期限もありますので、この有利な財源を念頭に置きながら、室、教会道の保全について、検討をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。三十九番深堀義明議員、はいえー、一定の答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきたいと思います。えー、まず市長の地方,地方創生について、えー、お伺いをいたしますが。 これを組み立てるために今いろいろな審議会等をお作りでございますそして9月以降の12月までに素案を示して平成27年度に策定27年度中に策定をしたいと考えておりますというようなことなんですが県はすでに国から 地方創生の文門を担当し、県下のそういう指導をする立場で総務長から職員の派遣をいただいているというふうに承っております。す、え、で、ー、に長崎県は、県の素案は素案として発表したようでございますが、長崎市は素案そのものが先ほどの市長答弁によると、 今のできて出てるものがすべて素番の中の素番なんだっていう考え方それはそれでいいんじゃないかと思うんですがいくつも組織を立ち上げているものを総括的にこれを取りまとめをしてそれを一つの問題として考えていく立場というのは今 答弁をされる、これはどこの部署が責任者であるのか、もしくは特命の局長がこれを担っておられるのか、まずこの2点、お尋ねをさせていただきたい。企画財政部長、再質問にお答えいたします長崎市が地方創生への取り組みをです、ね、進めていくにあたりまして、 人口減少対策推進本部を立ち上げておりましてその本部は企画財政部が事務局を務めておりますので総括的には企画財政部の方でですね、取りまとめの作業を行うということになっております以上でございます三十九番深堀義明議員あのそこのところは従来からのも考え方ですからそれは別に問題ないただこれは今申し上げたのは横断的に そのいろんなことを言えばです、ね、前からの議論、今までの議論がだぶっちゃうんですよ、あの公開道の問題にしても、視聴者の問題にしても、県庁跡地についても、えー、コンベンションについてもです、ね、駅前の再開発についても、西側の県庁,跡県庁が出てくるところのまちづくりについてもです、ね、松がえの不当の県の 需要負担金についてもですねそれから新大工町から町中まで含めたですねこれ横断的なものが含まれているからこれはある意味で匿名事項的なものであってあの人口的な問題だけをしてこの地方創生をまとめていくというのであればですね 先ほど、市長答弁にあった各審議会なり、あの意見を求める組織というのは、いらないんじゃないですか。私はそういうものを取りまとめて、そしてすでに今年度、これは各委員会あの、事項の審査事業じゃないんであの、各資料が回ってきておりますが、国庫補助金の内需状況というのはすでに、 あの勉強しなさいというて頂戴をしております、また分析した分析表ももらっておりますが、既にですで、ね、に減額処置をされてるんです。だから地方創生というのは、日本の国が財源的に厳しい中で、事業を選定をして、従来どおりの事業だけでは、すべてに補助はつけませんよ。その 年々の魅力ある提言をしてください、それについては、剥ぎ取ったものを着せ替えますよっていうような制度ではないのか、私は推測をするわけですが、総務長にお尋ねをいたしましたところ、全くあなたのおっしゃる通りですというのが、総務長の地方創生の担当審議官の話であります。 それならば、少なくとも横断的にこれだけの事業がある中で、ここのまだ予算がついてない事業、また、創生的なものを入れない、特区か何かを入れなければ、その事業が進まないであろうと予測される問題、こういう問題、それから少子化。 演談側も申しましたが、少子化対策の問題等々を含めてです、ね、これはやはり相対的なものを取りまとめる長崎市の大事業であるとするならば、横断的にこれは人事権に口出すつもりはありませんけれども、長崎特有の局長制度の中に、特命事項担当という役務があると。 お聞きをしておりますけれども、それに当たらないのかどうか、見解を求めます。企画財政部長、再質問にお答えいたします。確かにあの地方創生の動きにつきましてはですね、取り組みにつきましてはソフトハードを折りまぜてですね、長崎市全体のまちづくりの話になろうかというふうに考えております。 で日本全体、人口減が進む中で,です、ね、まあ、地方を活性化して、まあ、人口減に歯止めをかけようという国の大きな動きがございまして、その中では先ほどの議員ご指摘のようにです、ね、まあ、国の財政厳しい中で、で国の補助金、公金もです、ねまあ、そういった重点化を図る中では、そういった地方創生にです、ねえー、主眼を置いて、重点化を図っていくと、そういうふうな方向性もあろうかというふうに考えております。そういいったた中であの長崎市とししましては いろんな分野の方のですねご意見もお伺いするために、今度、町一仕事、創生総合戦略推進審議会、こういったものを立ち上げながらですねやっていくと、これに先立ちまして、今いろんな分野の方のですねご意見、ヒアリングも,ですねもう今、実際、実施をいたしております。この総合戦略を策定するにあたりましては、あまりあの拙速になることなく、しっかり組み立てをしていくということで、そういったですね作業もしながら進めているところでございますが、 で全長的には、先ほども言いましたようにです、ね、そういった有識者の方々の意見なども聞きながら、最終的には市長法務長といたします人口減少対策推進本部におきましてです、ね、全長的な取りまとめをやっていると、その中で事務局は企画財政部がやらせていただいているということでございますので、よろしくお願いいたしまますす以上でございます39番、深堀義明議員。あの、それだったらですね、ほぼ今年度は、 できないっていう答弁が返ってきたんですね。それだったら今あの他の議員からもご指摘があるようにこれだけ減ったね。あの内事のですね補助金のねその削られた理由が分かっているんですよ。きちんとした地方創生に 関連する司法が長崎市が発表してない。だから記者会をするからこれは減って将来復活する可かも知れません。しかしその施策をそしたらこれが遅れるんであれば、この内事像にね持っていく司法をねたらどう考えてるんですか。 企画財政部長再質問にお答えいたします私が先ほど答弁いたしました、しっかり作り,作り込んでいくと、今年度中に策定するというのは、長崎市場の総合戦略の話でございます。それと地方創生の流れをうまく活用しながら、国の財源も持ってくるという話につきましては、確かに今までの取り組みの中で、少し一歩遅れた感がございますが、 そちらの方の作業は同時並行しながら、ですね早急に進めていくということでやっておりますので、そういったことで対応していきたいというふうに考えております、以上でございます39番、深堀義役議員あの私はねあの、そしたらそれは市長を本部長として、そしてその子どものあれを含めた形で事務局をそっちに置いてということで、僕はね、こういうことこそね、 特命局長に、ね、任命してしかるべきだと私は思います、ね、これ、市長、あのー、今後のこの一年間、今始まったばかりの議会会の、あのー、あれで改新後のあれですけれども、新たにそれをお誰かに任せる、また任命をする考え方、ここでスルーしないということじゃなしに、 あのあなた一人にたくさんの問題をあの担わせてもしょうがないで、そのためにも多くの、その局長制度をお考えになったというふうに推測いたします。私はこれは横断的にたくさんの問題を抱えております。また、先ほどから出てますように。減った予算に対して普賢を図る。 そしてそのためには、どうしても長崎市はこういう地方創生の準備に今かかっています。これをこういう時にはこういうメドのところでなんとか努力をして公表できるように相談ののを作ります。そういうものをやはり総務省あたりにもきちんと物が言える。また今回減っているのは国庫庁です。国庫庁あたりにもです、ね、そのグランドデザイン等を含めた形で 長崎地方版の創生事業と合わせて、今あるものについては減らさないでほしい、これはですね、地元国会議員を先頭にお願いを立てて、復興のね、復元のね、努力をする、そのときの柱が必要であることが一番、それはいいことなの、しかしそれが叶わないとするならば、やはりね、これこそ横断的な事業からいって、 匿名事項であろうというふうに思いますが、匿名担当局長を置く考え方が市長にあられるかどうかお尋ねをいたします市長。深堀理の再質問にお答えいたします。この地方創生にかかる総合戦略の策定につきまして、えー、重視している点の一つは、その策定のプロセスです。 参、えー、学間勤労源というお話先ほどあの本段でも申し上げましたけれども、えー、多くの、えー、関連する皆さんに当事者になっていただいて参画をしていただく中での取り組みということが非常に、えー、重要になってくるというふうに思います。そういう意味では今あの長崎市の場合非常に丁寧に総合戦略を作っていくプロセスを選択しているというふうに考えています。えー、またあのこのことについては私どもも当然あの地方創生あるいや町ひと仕事の、えー 担当の国の方ともいろんな情報交換を行う中で、やはりあのしっかりと作り込むことがあの長い目で見たときに重要であるといったようなアドバイスも受けております。そういう中で、あの今回の地方創生の総合戦略これは単に地方創生の総合戦略というにとどまらず、今あの十年計画で進めています第4次総合計画が今年5年目に入りますけれども、今年は後期の基本計画の策定時期とも重なります。そういう意味ではあの総合計画の策定携わる、え。ー 財政部と。 があの一緒にそれを管轄しつつ、また連携して総合戦略と基本計画がバラバラなものにならないように、あのしっかりとつなげていくということも非常に重要な要素であるというふうに考えております。そういったことをあの考えしながら委員の皆さんの選任についてもそういった部分まであの配慮しながら今丁寧に進めている状況でございます。あのしっかりといろんなご意見をお伺いする中で、皆さんに当事者意識を持って参画していただく形を作るためにも丁寧な作業が必要であるという。 思っておりますので、ご理解いただきたいというう思います。39番深堀義明議員、はい、すみません。あの、それは今市長がね。あの説明をされたりする意味と実際行っておられる作業の中をですね。私は豊川区行ってんじゃなしに、スケジュール的にその問題はここあの答弁されたように、今年度いっぱいには何とか草案が見えるんじゃないか。しかし、これは今のそういう審議会。 その他の問題ばかりじゃなしにハード的な問題からいろいろな問題が横断的に入ってるとすればあの財政だけでいいのかそれがトップとして整理をするよりもその必要な事項については匿名の局長がおられるわけですからそういう局長考え方で整理を するといいいう考え方がないのかと聞いていあの中身についてですね、これが不足してるから局長制度をせろっていいんじゃない、横断的になってるから、それをそあの誰か匿名の局長を置かれた方がいいんじゃないかというようなあの提言でもの言ったんですが、市長との答弁が若干かみ合わないんですけれども、 あのこれについて人事,人事の問題お前がとにかく言うべきじゃないと言われればそれまでですからあのあの言いたくなければそれはもう結構ですけれども私はあの県ですら国からそういう専門の職員を派遣をしてまでもらって今県は進めようとしておられる中でこの優秀な長崎市の局長クラスの中でそういうものを やって、任せてやれるんだっていうような、市長のお眼鏡にかなった者がいないのかなと、少し残念な気がいたします、人事権でございますので、これ以上は申し上げません。次にに申し上げますこののの合併算定外の制度あり方については 市長答弁も量といたします、えー、答弁の中に、えー、約10年間ぐらいを見通して予算処置を考えてるというようなくだりがあったという,ふうに認識をいたしますが、えー、5年不気じゃな,いなかったのかなっていう,う一定のこういう制度的な問題というのは従来が 5年区切りで五年また足していったっていう復興債の問題等々も5年区切りでございましたそして今回おそらくそれが終了するといたしましても復興を完全になし得るという状況にはないという形の中で国においてはその地方の一定の負担分を考慮し 国としての最高額を補助するという形で、地方の組長さんと合意を、竹下復興大臣の間で協定が結ばれておるやに、えー、思います。そうするならば、やはりこれだけの300数十か、市町村に及ぶ事業でございます。 これ本気で10年間見通しを立てていいというほうな確信をお持ちなのか否や、これは全然予定にない、記載じゃないんですから、丸ごともらえるお金なの、38億のうちの半分っていう算定をされておられるようですが、おそらくこれは長崎市の事情はま少し上がってくるであろうという推測をいたしますけれども、そういう中で、 五年刻みじゃないのか、十年それを拡大して、えー、予算あのー、見込見込見込んで将来中期長期の計画を立てるっていうのはあどうなんだろうっていうふうに思いますが、このところ考え方をお示してください。企画財政部長、最初、えー、質問にお答えいたします。今あの震災復興の記載の話ございましたけど。 確かに震災復興の記載はです、ね、5年刻みでなっていたかと思います。それとそういった考え方を合わせましてです、ね、そういった震災を契機に、で合併後のまちづくりの合併とくです際、ね、これもそういった震災対応も含めて、まちづくりの見直しが必要だろうということで、こちらも5年延長になりました。 そういった考え方はございますが、今回、合併に伴います、合併算定外に代わるです、ね、新たな財政支援措置、これにつきましては、交付税の算定のです、ね、一つの方法として、一部分としてですね、 で合併地区の財政需要に応えるものということで、阻止されたものでございますので、こちらの方は基本的には次元付きという考えを持っておりませんので、今後、交付税の見直しの中で,です、ね、いくらか変化はしていくかと思いますけどこれは次元付きじゃないというふうに理解しております、以上でございます39番、深堀義明議員。えー、まだ決定した事項ではございませんので、えー、気持ちの上で、そのように、えー、長期展望に、 たつ予算が組める要素があるというふうに、えー、財政部,部長が考えられるのは無理ならん話じゃなかろうかというふうに思いますが、えー、国もそう簡単に、えー、地方におい、えー、しいものばかりをあげるというわけにいけるような安倍,の安倍政権の状況下ではございません。えー、切るべきところは切る 出すべきところは出す、そして税を生ませるところは税を生ませる、そういう手法の中で、国の運営、財政運営というのが展開をされているというふうに承知をいたしておりますので、えー、その点を十分に勘案をしていただきたいと思います。ただ注文を一つつけておきますこれが紐付付じゃない交付税に に近いいもものででああるるけれども紐付きじゃない財源であるから長崎市、オール長崎市でこれを消化するんだというもし考え方があるとするならば、それは少しやめてほしい、やはりその合併でその持参金を持ってきたり、また過疎債によって、 事業を起こししてていいいただいただりりる地域の皆さん方高齢化でありますでに議案として上がってきておりますが、小中学校の中でも合併をしなければならないというほど、少子化に歯止,め歯止めがかからない地区であります。どうか、その物言わない地域の声を声として、こういう財源をお使いをいただきたい。 強く要望をいたしておきたいいいうふうふに思いますお答えをしていただけるとありがたいと思いますが、市長、その今後4年間、市の舵取りをされる心構えの中で、こういう新たな財源が国から来るとする流れの中に、一向、お願いができないかと。 素朴な河合議員の提言をどう受け止まれるのかお伺いをいたします市長 <laughs>、えー、深堀議員の再質問にお答えいたしますこの今回の合併算定外が終了することに伴っての 新たな交付税のやり方を探していこうという総務省の動きについては、これは決して7割を、最終的にですね7割程度という金額的な数字出ておりますけれども、その分をお返しするというようなことでは、考え方では全くなくて、新しい状況に応じて交付税の考え方そのものをしっかりと考え直す中で、こういった形に組み替えていこうというものですので、そういう意味では、 あの先ほど企画財政部長からも話したように、何年間の措置というのではなくて、えー、交付税そのものの在り方をしっかりと組み直したという形のものであるということです。そういうい中であの <laughs> 当然、それぞれの市町村によって、自治体によって、さまざまな行政事情がありますので、そういったものをしっかり勘案しながら、それぞれ自治体が工夫をしながら、こういった交付税を使って、地域の発展につなげていくという考え方のもとに、貴重な財源として、今後の世界都市、人間都市をはじめとするまちづくりに使っていきたいと思っておりますす以上です39番、深堀義明議員、はい、中央創生というのは、非常に難しい問題をたくさんはらんでおります。 しかし、長崎市には本当に優秀な職員が数たくさんおられます。すでに長崎市の地方創生案の案を私どもは持っておりますが、人口推移から高齢者対策、幼児対策、医療対策、すべての問題、視聴者の立て替え、 長崎市駅周辺、県庁跡地、新大久町、浜野町の再開発等々、すべてがこの地方創生の枠組みに入るはずであります、そういう意味から申し上げて、私は先ほどから局長制度を運用した横断的な把握をする 場所をお作りになったらいかがですかという提案をいたしましたが、お答えはございませんでしたので、それはそれとして、企画大臣部長の手腕に追うところ大ということで、理解を申し上げたいと思います。もう一つ、世界遺産の問題で、緊急にご提案を申し上げておきます。これは世界遺産のおー 付録的な問題として発生をいたしました5月の連休以降道の駅を中心にした失地区に多くの観光客の皆さん方がお見えでございますそして道の駅の駐車場公衆便所がパンク寸前でございましたどうかその道の駅のすぐ上の 長崎から行くと手前の方にあります長崎市所有の空き地がございますそこに公衆便所と中型大型の駐車場を整備される考え方がないのか農林水産部長にお尋ねをいたします水産農林部長、えー、再質問にお答えします えと先ほど、議員ご提案の未利用地の部分でございますけれども、これにつきましてはです、ね、当該用地はまだ、非開未定地で、また所有権が移転登記等がですね、完了してない土地もあることなどから、解決すべき課題もありますので、現在、権利関係について調査を実施しているところでございます。このののため現時点での常設駐車場としてて活用については 若干困難というふうに考えておりますけれども、これまでの状況も踏まえて、臨時的な駐車場として利用ができないか、検討していきたいというふうに考えておりまますす以上でございます39番、深堀義明議員これはですね、すでにご案内のと、先ほど、あの危険者の問題をあの黒崎の協会,会のところで申し上げました、これはもともとのですね、勤め町の行政がですね、 ほとんど登記をしてないんで、事、ね、業を起こそうと思ったら、そのところそのところでこの事件に当たる、世界遺産の駐車場を作っていただくところも、相当苦労を職員がして、やっとその知見者を確定をしたというふうに思います。また学校の問題についても おそらく新規でやろうと建物をしようとするならば既存の土地の中に未登記の部分がある今農林水産部長がおっしゃったのはそこなんだもうそれはみなしで使ってるわけですからねもう従来の形の中で進めていかなければ自分たちが勝手にですね採石場の社長さんがですね 広げてるんですよ、実態は。そしてきれいになってるんですよ。その仕事が終わったら、誰にとって分からないっていうのは今の現状ですよ。それは行政センターに聞いてもね、それは無理なんです。はじめは僕らも公園だろうかと思ったぐらいですから。公園用地じゃないのかという、というのはすぐ上は公園なんです。展望台なんです。だから、こういう問題がたくさんありますけれども、 緊急に必要ならば、緊急に対応する、ただ長崎市の部分だけでもきちんと整理をされたらどうなんです、ね、どうかそういうことは、せっかくお客さんがおいでになって、何もないじゃないかと、ドイツまで市長が一生懸命行かれて、世界遺産の登録に努力をされて、そして認定をされた、そしてそこに訪問者がおいでになって その自主的に関与するしかしそこに行ったら駐車場もない、便所もない、そういうような状態にならないように転バの先の杖を的確に備えることが、世界遺産の誘致をした後の行政の仕事であることを強く要望し、後に公開しない、 準備をしていただくことを申し添えて、質問を終わります。